で今日は実験松村克也監督作品の祈り、船堀シネマルの上映会終わったところでございます。監督、この映画にかける思い一言お願いします。はい、今日はあの期待挨拶だったんですが、非常にあの皆さん喜んでいただいて、嬉しかったです。10月14日まで、この祈りやってますので、皆さんぜひ見に来てください。はい、そして兄親もたびたび出演していただいて、井出麻人さん、どうぞよろしくお願いします。井出麻人です。今回祈り、長崎を舞台にした平和を願う素敵な映画になっておりますので、ぜひとも皆様、名古屋シネパルにお越しいただければと思います。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。シネパルもよろしくお願いします。